やりがどうもグラスでーす。はい、どうも。本日、3月20日、祝日でございます。突然ですが、グランツクイズ。はい。今日は何の日？建国記念。始めます。あ、何だっけ？春分の日。お、正解！春分の日でございます。今日から春です。お今日から春です。春よ。堂々としとんな。またグランツとね、春も、はい、春も、一緒に楽しんでいきましょう。ということで、今日の企画はこちらだ。今日はね、実は、ふみやす、ラーメン好きやん。ラーメン好きっす。最近、YouTube でバズってます。カップヌードルチャーハン。あ、流行ってる。あのカップヌードルを使って、チャーハンを作るっていう。そう。米と、卵と、油と、で、カップ麺さえあれば、できちゃうよっていう。そう、ラーメン好きやん。俺ら3人で、今日は作って、マジで？で、それでちょっと順位を決めてもらおうかなと。いやいい企画。俺ら3人の中で誰が一番うまいそのチャーハンを作ったかっていうのを決めてほしいんやけど、普通にやったら面白くないと。おお。今までさ、そのカップヌードルめっちゃ見んねんけど、他のカップ麺あんま見たことなくて、ラーメンもあるし、うどんもそばもあるやんか。なるほどないと思う。別にカップヌードルじゃなくてよくないっていう。なるほど。はい、ということで、楽しみやなこれ。本日は、コンビニカップ麺チャーハン、おぉ、おぉ、今回はローソンの方に。お前何でもいいと思うよ。確かに、ファブリーといえばまあ確かに勝てる。まあ俺なんでね。ということで、買い出し行きましょう。はい、ということで帰ってきました。はい、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 じゃあケンケンが買ってきたチャーハン用のカップ麺、何ですか？テレー無鉄砲。お、テレー無鉄砲。無鉄砲ですね。人気店だよね、これ。そう、関西であるものすごい、ドロッとした濃いラーメン。うまそうやな。はい、じゃあ次、翔くん。はい、何買ってきてくださったんですか？なんだったんだー。出た豚キング。あ、これ美味しい。これはでも正解やな、でも僕はね、ちょっともう違う、全然違う。こちら、バン、どん兵衛の鴨だし、おと、どん兵衛の肉うどん。あのね、なんでもやっぱ合わせたらうまいね。半々調合させていただきまして、おお、いやでも作る、うまそう。おこれをチャーハンにした場合どうなるか。そうやね、そうやな。早速レッツクッキング。最初、ケンケンからね、はい、作っていってもらいたいと思います。お、そう、ケンケンから作るんですけど、とりあえず最初の工程が、このカップ麺をジップロックとかね、袋に開けて砕くところから。そうなんですよ。砕いていく。そこはみんなでよろしいですか？やりましょうか。じゃあオープンします。はい、ということで、はい、じゃあ砕くだしていこうか。はい、袋の恨みをね。さあさあ、にゃー、お、行くね。ちょっとなんか悪いことしてる気分やわ。いやあ、行くね。まあでもケンちゃんがこの中で一番料理得意や。うん、確かに。どうですか、自信は？いや、絶対美味しいと思う。マジで？いや、これ絶対うまい。こんなままでいいのかな。じゃあ入れていきますね。そうか、これを戻すのね。そうですよ。そうです、そうです。片方に寄せる。こちらを戻します。ちゃんとね、レシピもね、分かりやすいように。はい、ということで、無鉄砲にお湯を入れていきたいと思います。これ負けたら一発芸らしいよ。大丈夫やな。お、まあ、一発芸も得意やし、料理も得意です。確かに。これで負けたらもう何でもない。すごい。え、こんなんでいいの？一応まあ、規定としては引き換えぐらい。まず油を引いていきます。油を引く。どこで習った？俺が作ってきた経験上。おー、これ黄身だけなんやな。うん、白身はいらん。で、ちょっとちょっと捨てきってない時にいきます。おお、この皮膚の具合がね、お茶碗に大事です。いや、めっちゃええ匂いしてきた、もうすでに。これ何、強火でいいの？うん、チャーハン強火でいっちゃって。このでも、リアルなこと言うと、このダマがなくなってきたらそれでいい。あ、ダマね。うん、なるほど。お米とか、うん、卵も、卵も、うん、はい、OK です。で、これをこっちに戻していくと。そうですね。あ、こっちに入れる。そうなんですよ。こっちに入れる、うん、これが結構ご飯と
あの麺がちょっとね砕いてるんでご飯っぽくなったり、そば飯とかそういう、そう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  ね、そんな感じになるっぽい。ハッシュタググランツ飯とかなんかバズらせたくない？あーいいね、将来的にね。グラ飯、グラ飯ね、グラ飯。腹減ってきた。お腹すいたか？お腹すきました。はい、腹減った。お皿、うわこれめっちゃうまそう。うわうおー、うまそう。いいんじゃない、いいんじゃない、これめっちゃうまそう。いいんじゃない、いくね。完成です。あ、じゃあ料理名、これ何名前？無鉄砲チャーハン。うわー、声やん、声やんまんまで。はい、ということで、はい、1品目完成です。よっ、うまそうですね。いただきます。よっ、うーん、うわー、みやす、いつもありがとう。どこ見とんの？あーどあ、なるほどね。あれ、あ、味がさ、濃すぎる。あ、米入ったらさ、薄くなる感じするやん。確かに。あ、うん。そんなに？あ、でも無鉄砲はほんまにめっちゃ濃いの。あ、ね、そもそもラーメンが。なるほど、なるほど。だから、まあでもね、これがまあ、結局3つ食べたトータルのあれなんで、そう、はい、これがじゃあ1品目、1品目ということで、はい、無鉄砲チャーハン完成しました、はい、よっ。さあ、ということで、大豆クッキング始まりました。よろしくお願いします、はい、お米、卵、あるでしょ、混ぜます先にはい、へえ、混ぜるんや。入れます。この方がパラパラになります。どうやってやるの？声出てんで心の声がもう今来た黄金比率ですか、そのご飯の量と卵の量。そうです、お茶碗1杯分に対して、卵は1個でいいです。はい、油をね、まずは。はい、ということで油は、小さじ2杯。あ、先生ちょうどですねちょうどちょうど小さじの量知ってる？さああれ、なんか米が違う。もうお好み焼きを作ろうとしてる。米多ない。音が違う。あれ、お前さっきの容量が。すげえな。ほら、超えてきたよ。お前頭の色と結構同じ色してるけど。目安はそこですかね。そう、あのこれぐらいにしてください。なるほど、なるほど。わあ、わかりやすい。わかりやすい、うん、だからあの俗に言う黄金チャーハンを今作ったから。あー、ほんまにパラパラ。ほんまや、すごい。パラったね。すごい、すごいって困った。多分いい感じでしょう。いきます。よっしゃ、うん、いやもういやでもほんまにあのそば飯やと思って、これはね多分いい塩梅じゃないかなと思いますよ。すごい薄いがありますもんね、この辺ね。そう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 、よ、からの、きた、来ましたね、これは。おお、来た、聞こえてた、開いてますよって。おお、はい、来ました。完成。これすごい。こちら、どん兵衛合わせだしチャーハンでございます。おお、はい、いざ実食。内間にいる皆さん、ごめんなさい。優しいですね。どうぞ。うまっ。うわー、すごい。これむっちゃうまい。あ、来た、自らがっつく、すごい。かわいいやつやな、かわいいやつやな。薄味好きな人絶対好き。へえ。うん、すごい。どん兵衛合わせだしチャーハンでした。女の子とかも好きそうですね。いや、ほんまにぜひ作ってください。うん、これは、はい、確かにこれうまくない、マジで。ありがとうございます。ハッシュタググラ飯フューチャリングサイト、ぜひよろしくお願いします。なるほど。さあ、ということで、はい、あの最後ですね、翔くんの調理に行きたいと思います。はい、いや、どうしようかな。僕ね、これ卵ね、僕片手で割れる。お、すげえな。おー、マジ、あのすごいな。僕片手で割れるんですよ、これ。そういうバイトしとった。
いや、バイトしてました。うまいな。あ、そうなん、知ってたんや。チャーハンって結構でも一人暮らしの方とかね、なんかおすすめですよね。いや、めっちゃ作りやすいもんね。いや、本当にサクッてできる。うん、さあ、いい、もうオムライスかな。おお、いいね。3人とも卵違うね。まあ、この辺で行きましょうか。この辺で、はい、購入する。行ってみよう。バチコーン、カンさん。おお、いい感じ。ね、いかんずよ。で、これ次ね、ちょっとね、もう、干からびてるんだけど、豚キムチ入れるだからね。豚キムチ入れる、うん、このね、この、あ、おー、ここで入れると。なるほどね。うん。美味しそう、でも。美味しそうだよ。うん。もういい感じですね。よし、はい、じゃあ、盛ろっか。はい。よし。お皿が。これでもうまいやろ。おー、おー、これはうまいやろ。これはうまい。はい、名付けて、名付けて、何か、ででん、豚キムチチャーハンそのまま、はい、そのまま、いや、美味しそう、美味しそう、はい、よしよし、熱ないか、熱ない、うまっ、おぉ、そらそうでしょ、いや、うまいやろ、これはチャーハン、あー、なるほどね、一番チャーハン、これはね、うんうんうん、ね、うまいね、ということで、豚キムチチャーハンでした、でした、よっ、3つ完成ですね、イエーイ、結果発表、いい企画、いい企画できましたわ。はい、じゃあということで結果発表に行きたいわけなんですけれども、はい、私の1位は、お、あ、これがあれですよ、コンビニカップ麺チャーハン王、大地君、おー、イエーイ、なるほど、ありがとうございます。ここの2つがめっちゃ悩んで、うん、豚キムとこれ、うんうん、豚キムもめっちゃ美味しかったんですけど、うん、そのなんていうかな、俺結構量食うし、うんうんうん、なんかチャーハンと他になんか食べたりするから、なるほどな、それを加味すると、なるほど、強かった、もうほんと同着ぐらい、あで、やっぱりでもいくらでもいけるなっていう、マジやし、多分、うん、じゃあ2位と3位、そうやね、まあ、2位は、はい、ショー、あー、ってことです、豚キム、豚キムもうまかったっすね、めっちゃうまかったよ、うん、いや、男全員好きやね、いや、男は好きです、多分、確かに、僕の1位は、僕この僕のやつか、どっちかっすね、いや、そうやな、濃い味好きは、ここな、うん、ほんま夜よね、薄味が好きな人、うん、中間が好きな人、うん、濃いのが好き、濃いのが好きな人、確かに確かに確かに、うん、好みはほんまちょっと濃いよりかなぐらいかな、うんうんうん、ちょっとさやな、うん、濃いは、やっぱ主張はね、あったかな、ね、いやめっちゃ良かったほんまに、それがカップヌードルが多分基本的にみんなやっとるから、うん、そうじゃないところでなんか新しい発見をね、いや本当に、うん、だぜひね、みんなでやってほしいよ、これはぜひやってほしい、やってほしいし、もうちょこちょこ言ったときグラ飯、グラ飯ね、グランツ飯、グラ飯、はい、ぜひハッシュタグをつけて、あー嬉しいな、作ったよって言って、はい、確かにグランツとかソルとかつけてくれるのも嬉しいんですけど、グラ飯を確かにちょっと流行らせよう、はい、間違いない、うん、また次の王も、はい、決められればと思います、おー、はい、では次の王決定戦でお会いしましょう、以上グランツでした、今日も見てくれてありがとう、チャンネル登録と高評価よろしく、かつ SNS とオフィシャルサイトのチェックよろしくお願いします、以上グランツでした、また次の動画でお会いしましょう、イエーイ、